はい、どうも向井田です。今回も石川練習会動画になります。数少ないミックス動画ですね。向井田のミックス論なんかも話していこうかなと思います。それでは見ていきましょう。MKA バドチャンネル。はい、それでは向井田が自宅からお送りしていきます。最近ですね、例えば自宅からのミックス動画に、最近僕ちょっと肉離れをしちゃって全然練習できてなくてまあ、その代わりにバドミントンの大会いろいろあったので楽しかったという報告からスタートしていきましょう。久々のミックス動画というところでね、まあ、なんかこの動画を見てて本当によく思ったのは、なんかミックスをやること自体も久々でしたし、これで動画どんどん久々だったんですけど、なんかダンダブに比べたら、なんていうんでしょう、規定っぽいラリー、なんか定石っぽくなるラリー多いなって思いました。だからまあラリーが長くなと思ったんですよね。まあこのレベル帯だと特にと思いましたね。っていうかまあその辺ができてから初めて、まあ、ラリーになっていくというかバドミントンっぽくなっていくんだろうなっていう感じで、そのまあお互いがお互いのその規定ラリーをある程度認識してるから、まあそのバドミントンになってて、その規定のラリーから崩れる球を打って攻め出すとか、まあその崩すまで待つとか、まあ、なんかいろいろあるんですけど、まあ、これ見てるとなんか本当に規定っぽいラリー多いなっていう感じです、まあ、印象的な、まあこれもそうですし、ここからスマッシュ打つのもまあそうです。まあそこから打つ球ってほぼセンターへのスマッシュか、あとはまあクリアとかですかね、その女子側に打ってもらうときは、今のとこも女の人がストレートのクリア打つのとか、クロスのクリアに打つのもかなり定石っぽいラリーなので、その女の人がクロスのクリアに打つと何がいいかって、女の人後ろにいる状態から前にいる状態にちょっとは前進できるじゃないですか。なんていうんだろう、その女の人が後ろで打つ状態では男が前にいて、意図する鉄板、突板鉄板じゃないですね、突板とちょっと違う体勢になってるのを、その女の人がクリア打つことで、ちょっと前に進む、まあ、サイドバイサイドになる。で、そこから、どう組み合いを立てていくかみたいな感じで、もしかその一発でもうその女の人が前に出れる球にしちゃうかとかね、ああやって向こう側にいる女の子が、ハイバックで取らされた時って、もう多分ほぼ突破になって問題ないんですよ。速いクロスのドライブで、ドロップみたいなのってほぼ来ないですし、まあそこからスマッシュ打ってくる女の人ほとんどいないと思うので、まあ、突破になって、ストレートのグローブを厚めに貼るみたいなことしとけば、まあ、おおよそ綺麗な突破に入れると思うので、まあ、なんか相手を崩すところも定石のラリーですけど、今みたいのがあれ、もうそのままフォアに押し出すような体の入りだったと思うんですけど、まあ、ああいうのを崩してその相手のフォア側に速い球を打つと、さすがに相手も、ね、ある程度定石のラリーだったりラリーするので、というか定石のラリーってその何て言うんですかね、相手がどこに打ってくるかとかってある程度こう予想するじゃないですか。そのうちのなんか一番厚く張る部分がまあ言うたら定石のラリーだったりとか、そのわあの相手だとあそこに打たれたら嫌だなの部分が一番厚く球張るじゃないですか。今のもそうですね、そのほぼロブ打ってくると思ったんで、その方向は立てると思うんですけど、だからそのほぼロブ打ってくるだろうと準備してる球に対してミスするなんていうのは大変にひどいことなんですがまあそういうのですね、まあ、今みたいなのも完全に崩しのラリー、定石から外れたラリー、まあ、だからミスしないためには、まあ、定石ってなんで定石になってるかっていうと、打ちやすいから、単純にその相手が打ちやすいからそこに返ってきやすい、で自分もよく打つってことはまあ打ちやすいんですよ、ミスが少ないってことは。まあ、だからその定石のラリーを覚えるってめちゃくちゃ大事で、ミスを少ないプレーをするためのまあ一歩になるんじゃないかなと僕は思っているので、まあ、覚えるというか、なんていうんでしょう、できるようになる、まあ、その一番簡単なショットですよ、簡単なショットというか、ラリーを組み立てる上で一番基礎的なショットなので、そういうのから練習していくといいんじゃないかなみたいな、ローテーション分かんないとか、これ別にミックスダブルスだけじゃなくて、その男女のダブルスもそうなんですけど、なんかそういう基本的っていうのかな、なんか覚えやすいとこ、ミスが少ないとこから覚えておくと、なんかラリー立てやすくなるんじゃないかなと思いました。はい、それでは今回は終わりました。
へパドチャンネル。動画をご覧いただきましてありがとうございました。これからも頑張って定期的に動画をアップしていきます。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。またコメントはすべて返信させていただきますので、コメントもお待ちしております。ありがとうございました。